日本ニュースネットワーク、日本ニュースネットワーク、日本ニュースネットワーク、日本ニュースネットワークは、日本テレビ放送網、NNTV、日テレをキー局とする、日本の民放テレビのニュースネットワークでる。略称の NNN、NNN で言及されることが多い。TBS テレビをキー局とする、ジャパンニュースネットワーク、JNN に続いて、 日本で2番目に古いニュースネットワークであるが、国内の民放テレビネットワークの加盟局数においては、国内最多である。また、一般に、本校で開設する NNN と、別校で開設する日本テレビネットワーク協議会、NNS とを合わせて、日本テレビ系列、日テレ系列、NNTV 系列という NNN、NNS どちらか、 一方だけでも通じる場合もある。ニュースとは別関係の番組供給ネットワークである NNS については当該項目を参照のこと。日本テレビ、NNTV、読売テレビ、YouTube などを中心として1966年4月1日に結成。NNTV の初期のネット局である大阪テレビ放送、オットー m 現在の朝日放送テレビアンカメイヤチューブ日本放送、CBC、現在の CBC テレビなどは、ラジオ東京、東京放送、現在の TBS テレビのニュースをネットしていたため、YouTube の開局まで NTV のニュースに、ネットワークニュースはなかった。YouTube 統計列局が順次開局したことに伴い、NTV もこれまで自局向けに制作されていた。 ネヌ TV ニュースをそのままネット局に流すことを改め、ネット局向けの全国ニュースを制作することとなり、朝7時のニュース、日本テレニュース、ニュースフラッシュ、今日の出来事が、ネットワークニュースとして制作された。これらの番組は原則として、ネヌ TV が制作に当たったが、各局は取材協力を行うなど、現在の NNN に近い体制であった。しかしながら、 スポンサーは n t v が付け、後各社独自の販売に変わる、製作品も n t v が丸抱がえをするなどこれらは、あくまでも n t v の番組であった。NNN 発足当初は、福岡県を含む九州全域に系列局が存在しなかった。NNN 発足時点は、日本テレビが福岡に九州分室を設置して対応していた。また、中京地区も長らく、 クロスネットが継続、名古屋テレビ、中京テレビしたことなど、JNN や FNN に比べ体制づくりに時間を要した。1994年に、鹿児島読売テレビが加盟し、現体制が完成。2012年現在、フルネット局27局とクロスネット局2局、福井放送、テレビ大分、トリプルネット局1局、 テレビ宮崎の計30局で形成されてて日本最大である。沖縄県には NNNNS n, 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 n 系列局が存在しない。また、ラテ県営局は11局あるが、機関局はすべてテレビ単営局である。地上デジタル放送のリモコンキー ID は、日テレをはじめとして4が多いが、青森放送、ラブ、北日本放送、KNB、四国放送、 JRT 日本海テレビ NKT が1 STV FBS が5福井放送 FBC が7 YouTube が10であるリモコンキー ID に4を使用しない放送局のうち FBS アナログ親局37 CH FBC アナログ親局11 CH 以外はアナログ親局の送信チャンネル番号を引き継いだ n n、L、のロゴは 日テレ本社の潮止め、港区東新橋移転に伴い、シンボル的に別バージョン、記事冒頭の画像参照が、報道局内など一部に掲示されているが、正式なロゴの変更は行われていないものの、最近は、それぞれの番組ロゴのフォントに合わせられる場合が多い、正式なロゴの使用は、NNN ニュースサンデーのみとなっている。地方発のニュースの場合は毎回ニュース、 VTR 終わり時、画面右上に日本地図と共に NNN のロゴと配信元の放送局名が表記されている。2局以上にまたがる場合は連名表記され、地震や大事件、事故発生の場合は近隣地域局と日本テレビも含むので NNN 取材団と表記される。毎回表記されるのは NNN くらいである。当初は単に系列局名取材と表記していた。 なお、ニュースゼロは純粋な NNN 枠でないため点で表記されない。また、ニュースエブリーも一部ニュースは、日テレの番組取材班が直接乗り込むためか表記されないこともある。例、読売テレビ、日本地図、NNN、中京テレビ、札幌テレビ、日本地図、NNN、取材団、日本地図、NNN 単発番組など一部の制作系番組においては、 過去に日本テレビの略称 n t v ロゴの N 部分を並べて NNN のロゴとして使用していた例があった。また地震や台風等の災害報道において NNN 取材団などがこむるヘルメットにもこの間違ったロゴが使用されていたことがある。似たような事例として潮止め移転直後の2004年度に放送された NNN ニュースサタデーでもニュース専門チャンネル NNN24、現、日テレニュース24のロゴを着用していた。ロゴマークの色は原則赤で、と表示する。ハイビジョンでの中継や取材に力を入れている。全国ニュース向けの素材回線は、フルネット27局とクロスネット局である、福井放送、テレビ大分の計29局、NNS 全局に関しては2009年内に、ハビジョン回線への更新を完了している。 なお、当初、NNN での報道方針として、2008年8月頃まで、系列局の創出回線全てをできる限り、ハイビジョン化する目標だったが、回線設備の更新には多額な経費を要する上に、クロスネット局では、他のネットワーク向けの回線も保有しているため、標準画質での創出を行っているつぼねもある。また現在でも、各社、市局が取材する。 ニュース映像を中心に標準画質になっているつぼねが多い。これに加えて現在では通信コストを抑えるために IP 回線を用いた MXF ファイル形式でのハイビジン素材の配信も系列局間で行われている。衛星中継車 SNG によるハイビジョン中継はコスト削減の目的で同じ仕様の中継車を系列局全体で共同購入したため ほとんどの系列局で対応している。全国ニュースで地上回線がハイビジョンに対応していないつぼねでも中継者衛星キー局、n t v y o u トブなどのルートでハイビジョン中継が可能である、その合わせのテロップはキー局側で挿入。また、日本テレビが開局55周年を迎えた2008年には、 アクション日本を動かすプロジェクトを立ち上げ、報道分野のさらなる強化を図っている。同企画はもともと開局55周年、記念企画であったが、翌年以降も継続し、定期的に特別番組が放映されている。NNN 加盟局は、NNN の冠がついたニュース番組は、基本的に放送しなくてはならない規則があるが、JNN 配達協定とは違い、 クロスネット局はこの規則に乗っ取らなくても良いことになっている。また、2018年9月までの土曜朝の NNN ニュースサタデーについては例外となっており、クロスネット局ではない上で NNS マストバイ局の札幌テレビが通常時はネットを行っていない。ニュース番組におけるテロップフォーマットについては民放4系列 TXN の属中で唯一。 統一したものが存在していない。2013年3月まで日本テレビが用いていたフォーマットに準ずるつぼねが一方で独自にフォーマットを設定し、それに沿ってテロップの作成を行うつぼねもある。前者を取るつぼねは少数派で、機関局を中心に大半のつぼねが後者である。なお、2013年4月期から日本テレビにおけるニュース用フォーマット、 使用本とを含むは、夕方の期間ニュースである、ニュースエブリーに準じた、スタイル、キャプションの色調が、番組によって異なるという際はあるへと変更、統一された、ニュースゼロを除く。夕方のニュース番組は、2010年3月時点で、関東や近畿などでは、視聴率で苦戦を強いられていたが、最近では、関東や東北などの東日本地域や、 その地域に最初開局した局、第1局の地域によって視聴率は回復している。また、NNN 地方局では、ローカル夕方、ワイド番組の視聴率が好調なつぼねが多いので、全国の夕方ニュースも、高視聴率をマークする場合が多い。北海道、宮城、石川、広志、愛媛、山口、福岡、熊本など。しかし、17時台からの、 ニュースエブリーを一部のみネットローカルワイドに内報または17時台すべてネットして18時15分からローカルニュースをする系列局もある。テレビ神奈川 TVK や千葉テレビ放送 CTC など一部の独立テレビ局に対してニュース素材の供給を行っている。これはかつて関東地方の一部の独立系地上波放送局が NNS に オブザーバー加盟していた名残である。また、2012年10月改編より、日本テレビの資本がある、神奈川県の県域ラジオ RF ラジオ日本の定時ニュースにおいて、従来の読売新聞グループ本社に加え、NNN が取材、編集協力を行うようになった。これに伴いラジオ日本の定時ニュースの題名も、読売新聞ニュースから、ラジオ日本ニュースに解題された。 なお、www.nnn.co.jp の URL は新日本海新聞社、鳥取県のドメインとして取得されている。この表は、日本民間放送連盟公式サイト、会員者ページの表記に順次て記載している。一部に例外あり。委員は加盟当時、メインネットであった。2017年3月現在。なお、実際の運営、設置。 NNN、NNS 加盟局が地方局の場合、特派員は一旦日本テレビに出向した後、現地に派遣される形式になっている。したがって、海外では地方局出身者も日本テレビ社員の肩書きと日本テレビから支給された名刺を使用し取材活動を行う。リポート、中継の際、記者の指名テロップには NNN の後に取材地域名が表記れる。 選挙、台風、地震や、他に、大きな事件、事故の際に特別番組を編成、放送する。開票状況を伝える、特別番組を放送。出口調査などを駆使して、早く、分かりやすく伝える。なお選挙テレビ特番で、多くのテレビ局が実施している、議席数や等確情報を表示する通称。 L 字画面は国政選挙速報をプロ野球中継と両立させるために実施したのが始まりである。震度3以上を観測した揺れについてはニュース速報の形式で伝え、場合によっては市町村別震度も伝える。なお、NNN ニュース速報は地上波、関東ローカル。系列各局は創出元の放送局名の他 BS、日テレ、 日テレニュース24でも表示される。2011年5月頃までのテロップ喪失については、日本テレビは0.01秒ごとに1文字ずつ素早く表示するというもので、後にこの演出は廃止された。ほとんどの系列局では0.1秒ごとに1文字ずつタイピング風に表示されるといった演出だった。2011年6月頃からニュース速報フォントが、 NNN 各種ニュース番組とほぼ同じ輪郭が太めになって、なおかつ滑らかな岩田信ゴシックのフォントとなった。速報チャイム音は BS 比、テレクロスネットであるテレビ大分も含め大半の系列局がドミソ音に似せた3音、一部例外あり、例、青森放送、テレビ、新潟などでは1世代前のチャイム音を使用、山梨放送、テレビ新集、 広島テレビ、福岡放送、鹿児島読売テレビ等では独自の効果音を使用となっている。各局共通であるが、ニュース速報、気象警報、交通情報のいずれもタイトル表示は2回点滅するパターンがある。緊急地震速報では、画面上に部分的な赤のカラーバックの枠内で強い揺れが予想される地域が表示され、画面右下に 揺れが予想される地域を中心にした地図が表示される。地上波、BS 比、テレ、ヒテニュース24共通のフォーマット。それ以前のものは、NNN 緊急地震速報というテロップが最初に表示され、その後強い揺れが予想される地域が表示されるという仕組みだった。1行16文字ということであって、関東などと省略したりすると、 具体的な地域名が表示されないといったデメリットがあった。速報音は日本テレビと BS 日テレ、日テレニュース24は NHK と同じチャイム音と村山義彦、日本テレビアナウンサーによる自動音声が2回繰り返しで入る。規模が大きな地震については長時間にわたって伝える。地震に伴う津波に関しても同様の措置を取る。なお、 2007年1月13日13時24分、日本時間に、千島列島沖で発生した M8.2 の地震では12分後の13時36分に、津波警報、注意報が発表されたが、NNN 系列、BSCS 含むでは、警報、注意報が出され、地域を表示する、日本地図が、警報、 注意報発表から約18分後の13時54分になって表示されていた NHK と NNN 以外の他系列はすぐに表示。なお、日テレニュース24に至っては13時53分になって速報という形で津波情報を放送した。また、2009年9月30日2時48分日本時間にサモア沖で発生した地震による 津波注意報発表でも同の事例が起きている。台風時は各局で編成されるため、すべての加盟局に向けた特別番組の放送は滅多にしない。また、通常のニュース、情報番組の中で番組の多くを台風情報に当てている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。